2020年3月27日の分の物質の状態の変化の授業をしたいと思います。ウェブ朝倉学校です。で、27日の内容なんですが、ちょっと27日にもすでに発信してるんですが、28日に、より良い形で再授業という形をさせていただいております。はい、ここは船橋市内の貸し会議室をお借りしてやっております。それでは、まずガスバーナーの使い方ですね。今日は物質の状態変化、固体、液体、気体への状態変化のことを扱いますので、物質を熱することもやるプロセスですので、ガスバーナーの使い方について整理をしておきたいと思います。で、まず、このガスバーナーの2つのネジがあって、下がガスの調節ネジですね。で、この下の方からガスが入ってきて、そしてこの2つ目の上のネジが空気調節ネジで、ここの隙間から空気が入っていく形になります。こういう形ですね。で両方のネジとも上から見て反時計回りで開く、反時計回りというのが理科のキーワードで、地球の公転とか自転も、北極星側から見て反時計回りということで、勉強いたしますが、ガスバーナーも反時計回りで開くという形ですね。で、まず元栓との関係なんですが、元栓は、こういう形です。閉じてる時にはこの通路を遮断する形で閉じます。で、ガスの元栓を開く時にはこれがこういう形になると、同じ方向で通ってますねということで、元栓を開いた上で、ガス調節の口を少し開き、空気調節の口も少し開いておいて着火をするわけです。で、その後実は空気調節ネジでその着火の様子を調整をします。で、これこういう問題があるんですけど、これ公立高校入試の問題なんですが、ガスバーナーの炎の色がオレンジだった、これ不完全燃焼ということです。で、ガスの量は変えずに青色の炎にするにはどうすればいいか、空気を増やしていく必要がある。で、空気が増やしておく必要があるということは、ガスの調節ネジは止めておいて、そして、B だけを少しずつ上げると、この空気の調節ネジだけを少しずつ開けるということになります。それでは次に物質の状態変化についてですが、物質は固体、液体、気体という状態を温度によって変化させます。温度が低いと固体の状態だったやつが、温度を高めていくと、液体になり、さらに温度を高めていくと気体になります。で、物質は様々な分子でできておりまして、物質の種類によって様々な分子がありまして、その分子が運動してるんですけど、固体では、ブルブルという形で震えるような運動をしてます。液体になるとある程度ちょこまかと動き回る形になります。そして気体になると、ビュンビュン飛ぶ感じで運動をします。よって大体体積はだんだんとこの順番に温度を高くしていくと、固体、液体、気体の順番にだんだんと体積が大きくなりますので、密度ですね、単位体積あたりの重量はだんだんと小さくなるんです。よって、簡単に言うと単位体積あたりを比べると軽くなっていくんですね。温度を高めていくと軽くなっていきます。だから固体よりも液体の方が単位体積あたりは軽くて、気体はさらに軽いことになります。で、そうするとこのロウなんかで実験をしますと、ロウの固体は液体よりも、密集している、つまり、単位体積あたりの重量が大きいので重い、つまり沈みます。液体の方が上になります。ところが一つだけ例外の、一つだけ私たちの近くで例外の物質がありまして、水と氷だけは実は逆転するんですね。で、水の状態でもちょこまか動き回ってる状態があるんですが、氷になった時に分子の間に結晶ができるんですが、この結晶の間に適度な隙間ができる。で、そうすると水よりも氷の方が体積が膨らむんです。で、これは冷蔵庫の製氷機に最初に平らに水を入れたつもりでも、氷ができる時には少し盛り上がってますね。その現象で分かると思います。で、そうすると実は単位体積あたりの密度は氷の方が軽くなるので、
水の上に氷が浮いてるとい う, こう不思議な、これ実は日頃見られてるけど実は物質的には非常に不思議な現象だと考えていますというのが起こっているんですね。はい、それでは気体の状態変化ということで、固体のものをだんだんと熱していくと、液体になり、さらに液体を熱していくと気体になるんですが、これ同じ物質を例えば氷を、だんだん低く非常にマイナス、まあ、0度よりずっと低い温度に固めておいた氷を、熱していくと、まあ、最初氷だけなんですが次第にまあ、水になり最後水蒸気になるんですが、その時の変化の様子なんですが、固体が液体になる点を融点というんですけど、水の場合0度ですね。でその0度の時に、氷が少しずつ溶け始めるんですけど、そして水になっていくんですが、氷と水が混じった状態だとずっと0度のままなんですね。そして、氷が全部水になりきった状態になると初めてまた温度が高くなっていくと、そしてまた今度、水が沸騰し始めて気体に水蒸気になり始めたところで100で止まるんです。で、水蒸気が出てる間、沸騰してる間はずっと100度のままで止まっておりまして、そして、まあ、水蒸気だけになるとさらに温度が高まっていくという形になりますという形です。で、こういう加熱する実験の時には突然の沸騰、突沸を防ぐための沸騰石を入れるというのがこの実験的なコツになります。ということで、この融解、融点の時に気体の状態変化をに関わる熱を融解熱と言ってまして、これ気化熱ですね。気体になる時の熱を気化熱と言ってまして、その時間は一定の温度を保つという性質があります。さて、融点沸点は物質によって決まってまして、一番有名なのが水の融点0度、沸点、気体から液体から気体になる温度は100度なんですが、エタノールは固体から液体になるのがマイナス115度、普通これ経験しませんね。で、ただ沸点は78度という比較的水の沸点に近い状態になっております。で、液体窒素という言葉聞いたことあると思うんですが、窒素はマイナス210度まで固体です。210度からマイナス196の間は液体状態になりますということです。で、鉄なんかは固体が私たちの生活温では固体になっておりますけど、1535度にすると鉄も液体になり、さらに熱すると気体になるということになります。さて、で、水とエタノールの混合物というのが実験することがあるんですが、これ典型的にはお酒ですね。お酒は水とエタノールが混合したものなんですけど、それを、熱していくとどういう形になるかというと、エタノールの融点が沸点が78度ですので、ここまでは水もエタノールも混合した状態のままで状態変化しないんですけど、78度になっていくとだんだんとエタノールだけ最初に気体になっていこうとするんですね。で、そうするとエタノールの性質に引きずられて、このエタノールが、まあ、こう液体から気体になるときにこう状態気を吸い温度が一定の時間がありますので、少し温度が一定になっていると、そしてエタノールが気体になっていくと水だけになりますから、再び水の温度が変化していって、最終的に水のまた100度の沸点の状態になる形になります。で、次に蒸留ということなんですが、エタノールと水の混合物を、今の形で熱すると78度から100度の間エタノールが、まあ、特に78度の段階でエタノールが出てきます。ただ実は78度で水が全く蒸発しないかというと、普段でも水は蒸発してますので少しは水が出てきてしまうんですね。だけどエタノール中心が出方になりますので、それを例えばこういう形で集めると、ここに、まあ溜まったものは78度で沸騰して気体になってきたものがまた冷やされてここで液体になりますので、ここに例えば水とエタノールの混合物の液体があってあったとすると、ここには、まあ、エタノール中心のものが78度付近で出てくるという形になりまして、この形を繰り返していくと
ここにありますように、あのお酒の濃度を高める蒸留酒などを作る方法というのはこのやり方を使っているということですね。ということで、あの、まあ、お酒というものの作りにもこういう化学の原理を使っているということを、まあ、見ておいていただければと思います。それでは、この辺はここでおしまいします。ご清聴ありがとうございました。